おい、何があった？別に、告白断ってるだけだよ。またお前か、薄い匠。やたら女を泣かせている男。わー、もうちょっと言い方を考えろと言ってんだろ。今度泣かせたら承知しねえぞ。こんなのもし学校の奴らに見られたら。わお、こりゃびっくり。会長だ。薄い匠。終わった。最悪だ。あ、普通になってる。なんだよ、何が望みだ。え、いや別に、確かめたかっただけ。本当にあのメイド会長だったんだな。なんでこんなバイトしてんの？家庭の事情か。大変だな。へえ、ご愁傷様。美咲、すごすぎ。大したことないよ。人一人投げるより軽いし。ありがとう、大好き。お礼に、どうぞ。ありがとな。あれ、こっち見てるの薄井くん？あ、何見てんだよ。ぶ、帰りなさいませ、ご主人様。お待たせいたしました。じーな、竹澤、お前会長と同じ中学なんだよな。あ、はい。会長って昔からあんななの？いや、昔からっつうか、確か中二の頃からあんな感じかな。なんか家でゴタゴタがあったみたいで、それ以来なんとなく。って薄井さんが珍しく女の話なんか。しかも会長だし。また来てる。あいつ逆に注目されまくってんの分かんないのか？やっぱり美沙ちゃんのこと気にしてる。え？心配そうな目がいじらしいわ。は？心配？美沙姫。え？すごいよ。校内模試の結果2位だって。2位？1位は誰だ？薄井匠です。ふざけるな。会長って実は M？ 分追い込むの好きそうだから。ああ、S でもあるか。もうちょっと肩の力を抜いた方がいいと思うけど。なんか会長見てると。やば。危なっかしいんだよね。寄るな！お前なんかの。力は借りない。あ、そう。会長じゃね？ああ、会長だ。マジかよ、メイド？超ウケる。おい、みんな呼ぼうぜ。耳がさ、超痛んだけど。やめろ。会長も女だったんだな。こういう格好すればそれなりに。って可愛いからって触りすぎ。うそい。大丈夫か？ごめん、薄い。いいよ、ゆっくり休んで。あいつら会長がメイドだってこと誰にも言ってないよ。そうか、覚悟してきたんだわな。あいつらに何かしたのか？別に、俺の密かな楽しみだから、あんま言いふらさないでほしいなとは言ったけど。やっぱ楽しんでるのか。だってきっと心配だって言ったら怒るでしょ。昨日一日中、なぜ薄井がこれほどムカつくやつなのか考えていたんだが、強いからそれがすごく悔しくてムカつくんだけど、今回はお前が前を走ってたから助かったんだよな。見てろよ、すぐ薄井を追い越して今度は私がお前の心配をしてやる。あ、そうだ、マフラー悪かったな。他にもいろいろと。何か考えておいてくれ。じゃあ。お、何かあるか？一日だけ、俺だけのメイドになって。はぁ？何やいいの？だから、野球拳大会やらせろって。野球拳大会やらせろ。
水さん、もっとこう感情込めて。だって俺別にやりたくないし。まあでも、もうちょっと男側の意見も聞いてあげれば。逆らえない。お帰りなさいませ、ご主人様。猫耳萌え。さちゃん、注文お願いします。学校帰りに来るなと言ってるだろう。他の奴らにこんな姿見られたら、生徒会長としての私の信頼はガタ落ちだ。大丈夫だよ、逆にあいつらハマってるじゃん。猫耳だ。会長のミサキちゃんとメイドラテのミサちゃん、このギャップがいいんだよね。ああ、またお前か。あれ反応薄い。暇つぶしなら他を当たれ。ちょっとくらい構ってよ。会長、これ店パン。うわっ、堂々と世界。男の戦闘コスプレ喫茶らしいよ。面白そうだから乗っちゃった。うわ、接近するな。こらこら、明日の。あれ、薄井さん行くんですか。会長のお願いだもん。エクスキューズミー、アナザーカップオブコーヒー、ヤングレディ。キャー、薄井。僕も注文お願いします。ぼーっとして。お前はメイドなんだから、しっかり仕事に励みなさい。かしこまりました。それ面白そう。俺たちもやる。姫君たち、歌詞盛り合わせにござるぞ。水分補給をどうぞ、お嬢様。こういうのもありじゃない。ああ、本当に。ほどほどにしておけよ。会長が笑った。笑った。なんかいいな。いいな。あれ、会長だ。高野菜出ない。びっくりした、ちょっと休んでるんだよ。じゃあ俺も。薄井。うん。ありがとう、助かった。当然、俺だけのメイドだからな。何様のつもりだ。だから海軍の大佐あたりだもん、俺偉い人。いい加減飽きろ。何色がいい。じゃあ透明のスケス。黙れ変態。そのまんまでいいと思うけど、もし今の須野会長が俺の妹だったとしたら。だったとしたら、すっげえ燃える。毎日365日分の美咲寝顔コレクションアルバムを作って、今日はどんなアングルで撮ろうかと。なんかミサ、今日は機嫌悪そうだから帰ろっかな。お兄たん、また来てくれてもいいんだからね。お礼は言ってくんないの。なんで。俺のおかげで成功したでしょ。うるさい、バカうさい。やっぱりあの薄井くんが隣にいる時だけなんだもん。会長、脱いで。何を言っとるんだこの変態が。こんなになってるのに、次の休み時間まで我慢するつもりだった。またないだろ。あの場面で放っておくなんてできないじゃないか。じゃあ会長は、たとえ自分が大怪我しようが、男女構わず助けに行くんだ。当然だろ。私は薄井だって助けてみせるよ。そりゃ頼もしい限りだよ、ミサちゃん。バカにしてるな。なんだ薄井、まだいたのか。とっとと帰れと言っただろうが。だからこそ染めてみたくなるっていう意味も含めて。何を言ってる。ああ、赤くなった。お仕置きしてやる。やだな会長。お仕置きしてやるなんて興奮するようなこと言わないでよ。いつの間に。というか勝手に控え室に入るな。だってそこが空いていたから。不用心だね。
夜道は何があるかわからないんだから、一人で遅くまで残っちゃダメだぞ。ふっ。お前マジでいい加減にしろ。よしよし。公開いたします。店長が言ってた変質者、こいつバカ力。何のつもりだ薄い。ストーカーごっこ。隊長さん、もう少し自覚した方がいいよ。え？強いからって安心してるみたいだけど。あんたも女の子なんだよ、ミサちゃん。残念だけど、これは俺が飼ってる可愛いメイドだからね。うすい。ありがとう。どうしたの？会長珍しいね。うすい。ま、俺は失望しないけどね。会長が何をしてようと。うすい。ほら証拠。うわあ！お前何ガードと思ってんだよ！お守りだもん。何の？愛の。はあ？ガード！取った！ああ、奪おうとした会長が悪い。うわ、あれはヤバいって。持ってくるよ。何言ってるんだお前、なんでそこまでしようとするんだよ。なんでって、そりゃあ、鮎沢が好きだから。さすが俺。本当、さすが。実は私のバイトは。会長。うん。それって放課後は俺が会長を買ってるってこと？さっきのご褒美に俺が秘密守り通してやるよ。やっぱり誰にも邪魔されたくないよね。はあ？これ以上ミサちゃんのファンが増えてもな。メイド服で看病して。帰る！だって早くメイドラテのミサちゃんに会いたかったんだもん。やめろ！聞いたよ、みやびかおこのこと。いや、おっと、大丈夫ですか？なんでもない。どうしたの、藍沢？今余計なこと考えてる場合じゃないのに。俺にとっちゃ会長のが困るんだけどね。男がみんなこんなだったら私も少しは認めるんだがな。こんなって？だから女性に優しくて頼りになって紳士的で。それって俺の子？違う。じゃあみやびが丘の会長さんみたいな。なんで五十嵐会長の話が出てくるんだ。つうか無駄口叩いてないで仕事しろよ。どうしても早く脱ぎないと。なんなら脱がせてあげようか。
美咲くん。やめ。ほらやっぱり鮎沢は女だよ。何度言えばわかるんだ。用もないのに生徒会室に入り浸るな。雪村が怯えているだろう。用はあるよ。どうするの雅が丘。私は聖火高校の生徒会長なんだぞ。私がいなくなったら聖火は、うん、お前みたいなストーカーから解放されるのもいいかもな。やっぱりあんた。おもろいね。無駄や。あんたが合気道なら俺は柔道やから。はい、そこまで。ああ、何にせよ別の相手探してくれないかな。こいつはそんな簡単に触っていい女じゃない。お前が言うか。じゃあそういうことで行こっか会長。ちょっと待って、臼井、なんでここにいるんだ。会長、あの変態にまんまと騙されてるし、それに俺のこと呼んだでしょ。何言ってんだバカな。呼んでないよ。でもまあよくできました。あ、やっぱり薄い。ありがとう。だから付き合ってよ会長。この島出て楽しい場所見つけに行こう。何言ってんだ。なんで私がお前と。なぜって会長と一緒だと興奮するから。じゃあその制服は。いや、偶然知り合いを見つけてなんとなく剥ぎ取ってやりたくなったから。いや、お前間違ってるだろ人として。しょうがないよ、俺だってなんとなくイラつくこともあるよ。いや、だからイラつくことがあるからって。それに俺独占欲強いからああいうの許せない。おちる。お前、まあ頑張る姿も可愛いけど、ひとまずここは任せたね。なんだ、キスしてもらう件なんだ。じゃあ俺いらない。俺される側よりする側の方が性に合ってるんだよね。ああ会長、これも出るの。これはちょっとやめておこうかな。あ、どうして。仮想競争なんてまるで会長のためにあるような種目じゃない。大丈夫、仮装したところであのバイトがバレるなんてことはないよ。レッツコスプレ。殴っていいか。会長が出るなら俺も出るからさ。勝手に出てろ。自分なら大丈夫って思うわけ。強いから。早く早く、どれにする。すんごい楽しそう。サワリンは。会長、衣装なんだった。なんなら俺が強引にでも着替えさせてあげようか。身を堂々と変態宣言決めとるんだお前は。おっと会長、お疲れ様。会長、タオルとドライヤー貸して。なぜそんなことになってるんだ。それが薄井さん。薄井さんなら何とかしてくれるかも。はい。という。アホか。来た会長。放送室で熟睡してたから保健室まで運んだんだけど、どうしてあんなところで寝てたの。なんや
おめえ。なんだよ、薄いか。何やってんだ、こんなとこで。会長、何か飲んだの？大体おめえはしっかりしすぎる。アルコール、入ってるわけじゃなさそうだね。おぉ、意外と柔らかいな。もっとツンツンしてるかと思ってた。ご機嫌ですか？ご機嫌です。楽しいですか？楽しいです。酔ってますか？酔ってます。さて、どうすかな。会長、まさか脱ぐつもり？だってなんかあっちよ。会長、ひょっとして誘ってんの？楽しい。出してください。お願いします、ご主人様。なんて言うとれ、もう思ったか、この下手野郎。わお、熱い、薄い、早くだ。お休みの時間ですよ、お嬢さん。あれ、何の話してたんだっけ？会長、僕が言うのも変ですが、自分が催眠誘導されやすいこと自覚した方がいいですよ。会長は薄井先輩のことが大嫌いになります。今から24時間、明日の17時までに一睡でもすれば次に目覚めた時。バーカバーカ、間抜け、天然おちょこちょい、ミサちゃんのバカバカバーカ。ああ、もう分かったよ、うるさい。あらあら、うすいくん、いつもと違う攻め方ね。お前今日はバイト頼まれてないだろ、出て行け。こんな時にミサちゃんから離れるわけいかないじゃん。今夜は絶対寝かさない。誤解を生む言い方はやめろ。何のつもりだ、ウス。お疲れ様、ミサちゃん、やっと終わったね。早く着替えて帰りたいんだが。じゃあ俺が着替え。消えて。可能のやつ、なんでこんな催眠術かけたんだろうな。ウスイのことを嫌いになるなんて、もともと嫌いだから意味がなさすぎて不可解だ。でも可能の目にはそう映らなかったんだろう。分かった、薄井、もう一度聞く、どこまでついてくる気だ。だからどこまでも。ちょっと待て、今警察呼ぶから。チェケチ、もう気が済んだろ、帰れよ。今日のことは完全に私の不注意だ、一晩かけて反省するから邪魔するな。さすがだな。何回目だと思ってる？さあ、20回目くらいかな。22回目だ、ストーカーが。勉強に集中できんだろうが。勉強ばっかしてたら眠くなっちゃうかなと思ってさ。一晩徹夜するくらい私にとっちゃ余裕だっつの。だいたいお前のことなんか最初から嫌いなんだから。好きだよ、あゆさは。俺のことが好きだ。なんだあいつ、絶対バカだ。おはよう、会長。今日は昼から雨なんだって、あいあい傘できるね。うすい、朝っぱらから人んちの長官勝手に呼ぶな。だって暇だったんだもん。お前もしかして一晩中。うん、食ってないんだろ。次からはマジで警察呼ぶからな。腰ポン。これ賞味期限切れてるよ。文句あるなら食うな。薄い、一つ頼みがあるんだが、殴ってくれないか。俺、愛沢にだけは嫌われたくないな。またそんなことばっか。からかいやがってムカつくな。でもちょっとは感謝してるのに、そういう気持ちも忘れてしまうのかな。いいよ、礼なんてなくたってまた何度でも助けに来るし、何度だって
俺のこと好きにならせてあげるから、ご主人様に任せなさい。この人やだな、他人行儀。暇そうにするならわざわざ休日に投稿しなくてよかったんだぞ。そんな、手伝ってるのに会長のサポート役で。いや、お疲れ様、薄井くん。どこ行くのかな、下ろしてくれないかな。よく頑張りました。あゆさん、何やってんだ。あ、会長。なんで薄いまで来てんだよ。ミサちゃんのためならやる気出すよ。だって万が一ミサちゃんが溺れた時に他の奴に人工呼吸させたくないでしょ。ミサちゃん、その格好で出るつもり。私はもう行くからな。今満席で注文待ちが大量なんだから早く行かないと。アイゾ、うわっやめろ。何するんだ。いいの、ミサちゃん。背中のキスマーク、みんなに見られても。ミサちゃん、背中のさえなければみんなについていけたのに。だから俺も留守番に残ったじゃん。だからなんだよ、そんなことで許される罪だと思うなよ。全然力入ってないよ、アイゾは。あ、おはよう、ミサちゃん。おはよう、ウスイ。行かないで、アイゾ。それよりあっちの彼女、狙いどころでしょう。ペアの相手は弟か、彼氏じゃなさそうだしな。なんで薄井が私の敵に回ってんだよ。なんだ私思わず。わがままだな、ミサちゃん。俺が敵だと嫌なんだ。俺が欲しいの。アホか、誰もそんなこと言って。そっか、じゃあ行くよ。大丈夫？大丈夫じゃない、色になってきてるわよ。薄い、ごめんな。許さない。ビーチプリンセスとやらになって、男たちが喜ぶような服着て、下心あるやつらに写真撮られて、ただそんな愛憎は見たくなかっただけ。俺にとっちゃそんなことの方が大事なんだよ。何が、大体お前いつもふざけてるから分かるもん。じゃあよく見て、今ふざけてないから。さりげなくいろんな思いが成長しつつ、夏は過ぎていきました。借りを返したい。ああ、ストーカーからも体育祭でも加納からも助けてもらったし、
仮を作ったままになってるのは嫌なんだよ。だから一日だけ俺のメイドになってよ。相変わらず演技がお上手なんですね。あんたも相変わらずおもろい格好しとるね。17歳高校生。16歳高校生。俺も男だ。まるで板のようだ。うす。大丈夫か？意識はあるのか？おい、しっかりしろ、二人とも。おい、うす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 い。怪我は？私は平気だ。俺も平気だよ、美咲くん。何なんだここは。俺の家。ああ、どうやらそうらしいな。何？お耳？そんなところだ。どうして一人で来たの？俺に何されても良くなっちゃった。やっぱり熱出てるじゃねえか。いいから寝てくれ、アホ薄い。頼むからちゃんと直してくれ。感動した。こんなにも素材の味を殺しきれる料理法があったなんて。うるさい、黙って食え。なんだ、こんだけ食えりゃ心配ないな。残せるわけないだろ、鮎沢の初の手料理。ずるいよね、愛沢は。俺も結構愛沢のこと頼ってる。嘘つけ。嘘じゃない、俺には愛沢くらいがちょうどいい。ちょうどいいってお前何様のつもりだ、アホ薄いのくせして。なんだこれ。会長も久しぶり。怪我はもういいのか。おかげさま。疲れたな。どうやったらこんな。やっぱりどうしたってかなわないな、愛沢には。お疲れ様。まったくお前は姿を見ないと思ったら何してんだ。今のうちに逃げろ、日向も来い。何、誰かさんにやきもち焼いて拗ねてただけ。悪い。悪いに。そんな見んで恥ずかしい。見ろと言ったり見るなと言ったり、私にどうして欲しいんだお前は。どうって、そりゃ俺と男として見てほしいんでしょ。お、薄い。じゃあ俺は見てあげるよ、男として。なあ、匠って美咲ちゃんのこと好きなんか。つうか二人は付き合っちゃうのか。付き合ってたらこんな面倒なことしてないだろうね。何これ、鬼ごっこ。俺も混ぜて。うそい。じゃあ俺鬼、早く逃げないと捕まえちゃう。おい、なんでこんなことに。うそいのやつ。だったら私も鬼だ。じゃあ俺も。それじゃあ遊ぼっか。
ボキャブラリーが少ないんだね、三下くん。三下言うな。あと難しい単語も使うな。バカだねって言ったんだよ、三下くん。何？いや、気にしないでくれ。ちょっと、付き合って。あいつにもそうやってはぐらかしてきたんだ。ねえ、相沢にとってあいつは特別な男。でもお前の方がもっと厄介だ、アホウスイ。もう限界。あいつのせいで無駄に消耗した。もうしばらく動けない。あ、雨上がったな。膝枕が嫌ならもっと別の方法でお仕置きするよ。黙れってから宇宙人、悩んでる人の気も知らないで。全部お見通しなんだな。クソ。うちのメイド、軽々しく手を出さないでいただけますか。あれ？あいつ今日は客なんだ。てっきりもう店の人間かと思ってた。どうするの？あいつの前でもやるの？さっきみたいなプププ？うん。お帰りなさいませ、ご主人様。ごちそうさまでした。どうかした？いえ。いってらっしゃいませ、ご主人様。いってらっしゃいませ、ご主人様。今の私にとって、あいつは何なんだろう。なんでいるんだよ。いちゃ悪い。今の相沢にとって俺は何。じゃあ俺も行動で意思表示することにするよ。ドリンパ、ドルンパ、嘘つけな。話してほしい。魔女でもないのに。連れてってあげたら。美咲さんのことが心配なんですよ。そんなこと。美咲さん、顔赤いですよ。暖かいよ美咲。そなたらに未来はない。チャリー。あ、こんなことで簡単に私から離れるつもりなのか。あ、いやあんまり無自覚なのもひどいと思うよ、会長。今いくら考えたってどうしようもないんじゃない。とりあえず遊びませんか。あ、まあそう怒ってばかりいないで。せっかくだから何か食べなよ。別に私は何も。ほら、案外いけるよ。どう、おいしい？うまい。なんだよ、何笑ってん。いやごめん、相沢も俺と同じことを考えてたんだ。これ持って帰っていいらしいよ。ね、無駄遣いじゃないでしょ。それにたまには目いっぱい遊ぶのもいいじゃない。成り行きとはいえ、なんだこの状況。なぜ薄いと手をつないでこんなゲームに。デートみたいだね。音だ、スープ一滴残さず食ってやるよ。あれすいません、手をつなぎ直すっていうのは失格です。あ、
食べさせてあげるから存分に味わって。必要ない、自分で食べる。箸返してよ。じゃあ始めてください。はい、行きますよ。せーの、ラーメン太麺きみとめん。ゲームスタート。はい、あーん。どっちが早く当たりを見つけるか競争ね。面白い、受けて立ってやる。って、お、見ろ、もう見つかった。何ぼーっとしてんだよ、制限時間あるんだから早く。そうだったね。早く割らないとね。ラブトライアル見事なゴール、おめでとうございます。いや、結構楽しめたね。お前はゲームより私をからかって楽しんでただろ。あれ、楽しかったの俺だけだった？いや、まあ私もそれなりには。カバン取っておいで。だから終わってから合流した方がいいって言ったじゃん。近くにいる方がいいかなって思ったんだよ。ムス、大丈夫？もしかしてはぐれそう？さっきみたいに手つないでおきたい。なんだよ、我慢させるって。お待たせ、混んでたから遅くなっちゃった。何、どうかした？いや、なんでもない。いや、せっかくだから、その高野祭までいたいんだが、うすい、お前まだ時間大丈夫か？これは非常に予想外のセリフ。なんだよ、ちょっと気まぐれに誘ってみたんだ、悪いかよ。嫌なら私一人で。いいよ、せっかくゲームクリアして特別招待券もらったんだしね。お似合いですよ。特別な夜に特別な衣装で特別な思い出を。ではごゆっくり楽しんできてくださいね。さあ、ロミオ様がお待ちかねですよ。いや、似合うね、ジュリエット。やめろよ、こっぱずかしい。お前、私に対して他にも我慢してんじゃないのか？愛沢こそ我慢してない。ごめん、いじめすぎた。我慢してるよ。我慢してたよ。本当はずっとお前と手繋いでたかったんだよ。なんでこんなに私はお前にだけ混乱させられてしまうんだ。本当、ずるいよね、愛沢は。何か我慢してるのかと言われたら、いろいろありすぎて一言じゃ答えられないけど。好きだよ、アイソは。薄いのは